さあチーム川助最後はやはりこの男を出してまいりました完全制覇者青色さあ現在チーム川助は405ポイントさあここは青色にかかっているぞ跳躍行きました青色がどこまで伸ばせるかでトップ敗退決まります なんとかここは、エスカルゴ落ちたくありません。3回転目、飛んでいく。さあ、やはり勝負強さを見せるか。ジャイアントスイング、さあ、掴んで、掴んで、いきました。さあ、やはり青色、勝負強さがあります。着地も軽やか。素晴らしい着地を見せます。そして、ジャンプ、1番、掴んでいきます。いや、早い。これはタイムも期待が持てそうです。さあ、青色。 一旦このディメンションオール3回失敗で調整終了さあこれはまだ1回には含まれませんさあこれで1回目さあどうでしょうんーと1回目失敗さあこれはまだ含まれませんあたらいったかあーちょっとここは焦りが出てしまったかさあラストこれで失敗したら青色ここで失格ということになってしまう 勝負の、そういったーおい、この勝負強さ。やはり、この心臓。心臓に毛が生えております。さあ、もう早い。<laughs> そして、ムーブジャンプ。チームかわすてから再びクリアが出るか。現在、暇人が唯一のこのゲームクリアしておりますが、さあ、ちょっとここ、ハプシン苦戦していますが。さあ、チームかわすて2人目のクリア者。 チーム川助、ここは素晴らしい層が揃っております。青色が103.1秒。現状トップを取りました。素晴らしい突破。確定させるゴールとなりました。青色、ここはお見事。 さあ、青色 VS ハーン村人です。さあ、この2人は、余計な落下さえしなければ突破はできるでしょうというこの2人ですが、ちょっとここ、ハーン村人出遅れた。さあ、青色早い、青色早い。最初も出遅れましたが、青色、さあ、7.6秒。圧倒的最速タイムマークしました。さあ、ハーン村人、ちょっとさいを苦戦しているが、15.3秒。さあ、これでこの2人。 両チームも突破確定してチームハピーアマの敗退が確定してしまいましたさあお色ここは最初ちょっと失敗しましたがあとはもう爆速回路一瞬ですハ村ムラビもなんとか最後ちょっと苦戦しましたが登っていきましたさあすでに ファイナルステージ進出する2チームは出そろいましたしかしながらあとはこの男がどこまでいけるかというチャレンジになります最後に出てまいりましたチームかわしてから青色 <laughs> さあこの男の残りは挑戦のみさあここは間髪ありませんここはさ早い もうボディープロップに移っていくか1個目2個目3つ目さあ早いもうこの男にとってさあここはもう一気一気にいきますさあ目に見えるこの勝負しかありませんクリフハンガーさあいった余裕があるこの男にとってもうこのクリフハンガーと バーティカルリミットしか勝負はありません最ーいきましたなんという安定感ここまで一瞬です1分も経っておりませんまだ50秒さあ青色にとってここが最大の勝負の場ですバーティカルリミットさあいとも簡単にここまで超えてきましたが 青色、ここが勝負バイトリミット一旦位置を整えてさあ、ここは手前のもので手前のボタンで行くかお、いったこれはさすが二個目の突起に移っています青色、強さを見せている あちょっと観客落下しておりますが青色にとってこのバーティカルリミット勝負になってくるのは2本目から3本目の移行こうさあまずここ2本目こえ切ってさあ3本目の移行こ,うここで本体、本戦では2連続で落ちているさあいった掴んでいる掴んだあとはグリーンバーへ移行するだけさあちょっといいですが大丈夫 グリーンバイのいこうあーっとちょっと低くなってしまったー青色落下今回はバーティカルリミット本当にあとわずかのところしかしながらこれでチームカワスティ圧倒しましたサードステージまずこのクリファンが相手も簡単に超えていきます そして勝負の2本目から3本目の移行ここを、えー、今回初めて青色は成功させましたさああとはこのグリーンバーへの移行だけという場面この平行移動は平気ですしかしながらちょっと出るところ低くなってしまった さあ、先ほどはしごが綱登りで転落したことによって、青色はどれだけ時間がかかっても、ゴールボタンを押せば、勝利。つまり、チームカースの優勝が確定するという状況です。青色、さあ、この最後のステージ、悠々と越えていくか。さあ、油断はしかしなりません。ここで一気に急転直下もありますが、早い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 ,早い。さあ、あっという間、さあ、ここは一個飛ばして、次。 さあもうゴールボタンを押せば優勝は確定するという状況さあ青色早い登る登るいきました20.2秒ということでチーム川助優勝なりました青色最後まで青色が見せましたこのワールドカップ手にしました優勝です やはりこの余裕のあるボタンを押せば優勝という条件ではありますがボタンここはもうそれどころか20.2秒という秒数をマークするという驚異的なパフォーマンスを見せました。 ちょっとここはわずかにつっかかりましたが大丈夫ですそして最後登りきって20.2秒となりました優勝はチーム川助川助紺助秀盛ひまじんそして青色この5人のチームが取ることになりましたさ a s ハッピーワールドカップ